久保さん、今回久保哲郎にしましょうか。久保哲郎。今なんかライブやってるっぽいですね,ね。久保さんなんかライブやってるっぽいですよね。これね。多分ライブ中かなうん。多分ライブ中ですね、うん。あ、でもライブ終わったかなこれ。ライブ終わってるな、これ。うん。いやー、久保さん50歳ですか、ついに。 僕40歳になったばっかなんですけどねこの久保さんは今度50になったっていうねいや久保さんは僕のこの年齢からネットビジネスですからねなんかそう思うとなんか僕はラッキーでしたよね <laughs> すいませんいやこの年齢からネットビジネスをやるっていうのは僕はちょっとねきついっすねすいませんきついっす <laughs> もうきついっすねこの年齢からスタートはね でもよくやったなと思いますけどね。僕はまあ20代の時こう、がっつりやってよかったなと思います、本当に。あの時、まあ、やめようと思った時もあるけど、やめずにね、たった一人残ってやったのがよかったなと思います。あの時残ったなって今ないんで。だからまあ、他の人はまあ20歳の時遊び、遊んでた人いる。20代の頃ね、いろいろと遊んでた人いると思うんですよ、20代なんだから。から僕は一切ないんで。 思いい出ないですから 20, 歳、ね、20代の思い出は会社に泊まるっていう思い出しかないですからね、まあ、それぐらいやったんで <laughs> だけどまあ残りの人生ですかまあその、まあ、ここはまあ刑務所みたいなあのあのすげえもうあれでしたけどでもここでやる,やることだったりとかスキルをこう習得できたんでいろんなものを習得できたんで今他の人がね羨ましいような自由な生活を送れている理由は ここやったからですねでもここやってなかったらずっとのずっとなんか、うん、毎日会社に行ってああみたいな感じの人生で終わってたのかもしれないですねうんだからその目覚ましがある目覚,ましにし目覚まし時計に縛,れる縛られる人生ですよねああ今日も仕事だみたいなね久保さんも目覚まし時計ないと思うんですけどこう目覚まし時計がない生活っていいですね 僕ね本当だってあのこれね最近思ったのが寝るって寝ることですら縛られてるっていうねあ明日会社で早いんでちょっと先に行って寝る時間も会社に縛られる起きる時間もあ会社だっつってね寝ること人生の人生って3分の1は寝るまあ一日の3分の1ぐらいは睡眠じゃないですかつまり人生の3分の1は睡眠なんですよね だ睡眠イコール人生でもあるわけですよね。その睡眠イコール人生でもあるのに、その睡眠は縛られてる。誰かに束縛されてるっていうね。だからこれね、起きる時間も寝る時間も自由になるって、結構これね、僕は体感してすげえ大事なことっていうか、すげえいいことだなと思いますねうん。しかもね、面白いことに、昔は目覚まし時計がなかったら、朝早く起きれなかったのに、 今なんか目覚まし一切なくても勝手に朝早く起きれるっていうねまあ年取ったのか分かんないですけどまあ寝るのが早いんですけどうんなんか不思議ですよねうんそうだからまああの辰、ー、吉選手もねその練習すごいめちゃくちゃ辰選手のねスパーリングちょっと見てほしいですね YouTube で残ってるんですけど確かクソ早いんですよ見えないです辰吉さんの <laughs> めちゃくちゃ早いですね 相当その練習してきていろんなそのあの遠回りもあったかもしれないけども何ですかね、辰吉選手って、うん、なんかその世界王者というかすごい輝かしいその成績があるかっていうとそこまでないんですよね、確か。確か、その辰吉選手はそのすすげめちゃめちゃすげえ結果があるかっていうとそこまで、まあ、もちろん結果は出してるんだけどめちゃめちゃすげえ結果はないんですよ。だけど なんかね、名前覚えられてるんですよね、ファンを魅了してきたんですよ。何なんですかね、そう結果がある選手より、多分立辰選手の名前の方が刻まれてると思うんですよ、それは何かっていうと、遠回りしたけども、その分、その生き様だったりとか、そういうその生き方っていうのが、多くの人にそのうん、心打た,打たれるものがあったんじゃないかなと思いますけどね。う